T&I コーポレーション TI サーキット間の提供でお送りします。 TI サーキット間ウィークリー司会の渡辺学です。生駒晴美です。今週も番組では前回に引き続きまして9月の12日に TI サーキット間で行われましたチャレンジカップレースの第4戦、こちらをねハイライト残ってるレースお伝えしていきたいと思うんですが、はい、今週は N1 の FR1600、 そしてロードスター N1 の1600、そして FJ1600、 この辺りのレースがね残っているんですが、はい、まずはねこちらからいきましょう。 N1 の FR1600 です。決勝は10周、エントリー台数73台、フルグリッド36台で争われました。エントリー台数も多く毎回勝者が変わるほど激戦となるこの M1FR1600 クラス、前回に引き続きポールポジションを獲得した15番吉田信之が好スタートを切ります。この15番吉田選手、前回の初優勝の自信からか今回は1分55秒959というコースレコードをも叩き出し、レース経験4戦目とは思えない堂々ぶりです。そして2番手には7番増本、この2人がレースを引っ張り、その後ろに12番渡辺、4番有沙、9番茅野と続きます。レース終盤まで1位2位の順位変わらず、結局終始安定した走りを守り抜いた15番吉田信之選手が嬉しい2連勝を飾りました。優勝インタビューです。おめでとうございます。いやー2連勝ですね。やりましたね。まさかできると思ってなかったですけど ね、うん、前回はもうこれっきりじゃないかと言ってましたけどね。なんかまた運よく、それもポールトゥフィニッシュということなんですけど、ポールトゥフィニッシュ2回、もう今回は言っちゃいましょう、もうどっからでもかかって今回とでもこの2連勝ということでかなり自信がついて、次回からも頑張れるんじゃないですか。そうですね、今回10秒ぐらい開けてね、楽なレースしたかったんですけどね、結局蓋開けてみたら全然楽じゃなかったからね、まあでも最後安定した走りだったような気がしますけれども、まあ上出来だったと思います。じゃあ今日は100点満点ですね。いや95点ぐらいにして、ね、謙虚に、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。 N1FR1600A 優勝は吉田信之、タイムは19分35秒708、2位には増本千春、3位は茅野博士、4位は福山聡、5位には渡辺真一、そして6位は有沙正彦という結果です。決勝は10周、エントリー台数28台、26台で争われました。ザウルスジュニアとダブルエントリーの28番小島がポールポジションをゲットし、好スタートを切ります。最近ザウルスジュニア、ロードスターとも乗れています28番小島、レース序盤から後続車を引き離し独走体制を築いていきます。2位争いには77番ハオカ、55番川崎、そして4番藤木と続きます。6周目、77番ハオカがバックストレートで55番川崎に並び2番手に浮上。中盤からは2位争いに拍車がかかり、テールトゥーノーズ、サイドバイサイドの激しいバトルが展開されます。昨年シリーズチャンピオンでストップザハオカと言われたぐらい連勝を続けていました77番ハオカ、このところスランプに陥っているのか成績が上がらず、本人もどうしたんでしょうね、乗りすぎてマシンが弱ってきたんでしょうかと、理由がわからない様子です。早く本調子に戻ってほしいところです。レース終盤、トップの28番小島が独走で一人旅を続ける中、2位争いは4番の藤木を交え、77番ハオカ、55番川崎の三つ巴の戦いへと展開していきます。結局スタートから確実な走りを見せた28番小島はじむが2勝目を挙げました。ロードスターの結果です。
優勝は小島はじむ、タイムは20分3秒161、2位は川崎哲郎、3位は羽岡俊樹、4位は藤木学、5位西尾正秀、そして6位は安藤正和でした。決勝は12周、エントリー台数45台、フルグリッド36台で争われました。各戦ごとにエントリー台数を増やし、新旧シビックの戦いで注目を集めています。このレース好スタートを切りましたのが、予選2番手スタートの旧型 EF9 の2番磯部、それを追うポールポジションの新型 EF6 の3番福留。レース序盤からこの2人がドッグファイトを展開していきます。1周目バックストレートでトップ2台が接触、両者とも強気の構えでヘアピンコーナーへ折り重なるように突っ込みます。ここでインを差し、3番福留がトップに浮上。2番磯部はテールトゥーノーズで3番福留を捉え、一歩も譲らぬ構えで積み抜きします。この息をもつけぬ激しいバトルがレース終盤まで繰り広げられていきます。毎回勝者が変わるこのレース、今回は昨年シリーズチャンピオンの兵道選手が不参加にもかかわらず、このにぎわい。1戦目を取り、今季2勝目を挙げたい3番福留、前回に引き続き2連勝を飾りたい2番磯部、第4戦のチャレンジカップ新旧の戦いはどちらに軍配が上がるのでしょうか。今のところ旧型シビック EF9 の方が1秒早いと言われているようですが、55タイヤを自分で作っているという3番福留、そう簡単には表彰台の真ん中を譲らないでしょう。9周目沈静化するどころか、ますます激しさを増すトップ争い。今度は2番磯部がトップに躍り出、3番福留をブロックします。しかしダブルヘアピン立ち上がりで前を行く2番磯部と3番福留が接触、磯部が痛恨のスピン、これで大きく順位を落とします。前のいなくなった3番福留、ペースを落としながらラスト3周を確実に走り切ります。結局このサバイバルレースを制しましたのはゼッケン3番福留陽一選手でした。今季2勝目を飾りました。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。いやー、混戦でしたね今回は。そう、えぐいレースをしてしまいました。いや、ちょっと磯部君には悪いことしたかなと思いますけど、まあね、あそこは並んでいってくれないと僕の方がね落っこちるんでね、うん、もう行き場がなかったみたいな感じなんですけど、まあこれもレースですから仕方ないということなんですけれどもね。その後25番の選手と後ろにぴったりとつけられていましたか。でもちょっとやばいなと思ってる間に後ろに来られちゃって、でちょっと磯部君を回したショックでちょっとビビってたんですけどですぐ自分のペースで走れたので、まあ、引き離せたんですけども。 N1 1600クラスの結果です。優勝は福留陽一、タイムは22分40秒379、2位は千曲信弘、3位は藤田博久、4位は藤村春樹、5位梅原博隆、そして6位は前島明です。決勝は12周、エントリー台数37台、フルグリッド34台で争われました。スタート直前、雨がまたポツポツ降り始めました。このレース勢いよくホールショットを決めたのがホールポジションを獲得した60番谷川、その後ろを現在ランキングトップの47番浦吉が追います。1周目バックストレートで47番浦吉が60番谷川をかわしてトップに浮上。しかしそれもつかの間、2周目再び60番谷川がトップに返り咲きます。2番手に落ちた47番浦吉はその後うまくペースアップできず4番手まで落ちてしまいます。レース中盤からは60番谷川が周回ごとに2番手以下を引き離し独走体制へと持ち込みます。結局確実に周回を重ね、60番谷川達也選手がトップでチェッカーを切りました。 FJ1600 の結果です。優勝は谷川達也、優勝タイム
20分42秒091、2位は土屋武史、3位浦吉博士、そして4位は宇都宮隆之、5位に市原博之、6位は水野翔太です。さあ、そしてその他のレースの結果も見ていきましょう。 N1 の FR1300 優勝は坂田翔一、タイムは14分52秒838、2位は松本雄一、3位小林隆、4位三木英子、5位阿南博士、6位は大福健一です。そして N1FR1600B 優勝は森岡修司、タイムは10分3秒867、2位は富谷秀樹、3位三浦薫、4位乾豊彦、5位には新堀聡、そして6位長町春樹という結果になりました。ということで第4戦のチャレンジカップレースをね、2週に分けて見たんですが、はい、今回は本当面白かったですね。ねえ、本当激戦が、ね、激戦で目白押しでしたけれども、それとロードスターの今回3位だった羽岡選手なんですが、うん、まあ、去年のチャンピオンということだったんですが、最近やはりね、勝ちあぐんでるというか。そうですね、ちょっと理由は分からないみたいなんですけれども ね、第2戦、まあ、1戦は優勝してね、第2戦で、まあ、今回2位に入った川崎哲郎選手にこの連勝ストップされてから調子が取り戻せない、そういうような状態ですけどもね、頑張ってほしいですけどもね、まあ、最後までね、頑張ってほしいと思います。はい、以上チャレンジカップのハイライトでした。続いてここでレースのお知らせです。26日日曜日にはロードレース選手権第8戦が行われます。目指すは栄光という名のゴール。地方選手権の中でもハイレベルな戦いの TI サーキット、大いなる夢を胸に走り出したまだ見ぬ英雄を見に、あなたも TI サーキットにお越しください。さあ、そして10月ですが、10月の10日の日曜日、体育の日です。 TI サーキットの運動会オータムフェスティバルが行われます。フォーミュラカーあり、市販車ありの多彩なレース、そのスピードに魅せられ、その響きに誘われて、ドライバーたちが今日もアスファルトロードで戦いを繰り広げます。10月10日のオータムフェスティバル、こちらもね、 TI サーキットの方でご覧いただきたいと思います。お別れの時間近づいてまいりましたが、今週のプレゼントは、はい、今週のプレゼントはテレホンカードを2枚1組で3名の方に差し上げます。応募方法です。応募商品テレカと書いて OHK TI サーキット間ウィークリー係までどんどんとご応募ください。9月28日消しに有効となっています。なお、商品の発送をもって発表と変えさせていただきます。そうですね、このテレホンカードね、なかなか F1 の、ね、まあ、ホンダ社とかが ね、スーツも書いてあってね、私も欲しいなと思ってるんですよね。なかなかね、いいテレホンカードだななんて思いますが、さて来週はですね、ロードレース選手権の模様、こちらをね、ハイライトでお伝えしていきたいと思いますが、もうスポーツの秋ですからね、まあフルストップで、それではまた来週お楽しみに。この番組は T&I コーポレーション、 TI サーキット間の提供でお送りしました。